富士箱根カントリークラブは、静岡県伊豆の国市にあるゴルフ場である。1955年代中期、伊豆半島の北端、箱根連山の最南端の静岡県二ら山町に、一大リゾートランドの建設計画が持ち上がった。平和総合銀行系の昭和振興株式会社社長の次郎丸義助による、幼稚面積130万坪に4300区画の、 別荘分場と27ホールのゴルフ場の建設計画である。計画地のロケーションは、富士山から箱根連山、足高山、駿河湾、天城連山などが一望できる。交通網の東名高速道路や東海道新幹線は動き出す前で、伊豆スカイラインは工事中で、熱管道路の開通も十分に期待できる。リゾート構想は、 別荘分譲とゴルフ場会員券をセットで販売する事業でゴルフ場を中心にして東側に小松家原別荘地、南側に富士見ニュータウン、西側に伊豆エメラルドタウン、北側に南箱根ダイヤランドと4300区画の別荘地が展開する計画である。ゴルフ場の最初の計画では富士、箱根、駿河コースの27ホールの計画だったが、 箱根コースの予定地が小松家原別装置に変更されたため富士と駿河コースの18ホールの計画となった。1966年8月20日、クラブ名称昭和カントリークラブのコース設計を富澤誠作りに依頼し、コースの造成工事が完成、18ホール6480ヤードパー72規模のゴルフ場が開場された。富澤は 船橋カントリークラブ会場や、総武カントリークラブ会場など、生涯79コースの設計実績が評価された。1980年、クラブ名称の昭和カントリークラブを、南箱根ゴルフクラブに改称された。南箱根ダイヤランドの別荘地が地名として、一般化されたため統一された。1999年2月、 南箱根ゴルフクラブの経営権がワシントングループに移譲され、それに伴ってクラブ名を富士箱根カントリークラブに改名された。郵便番号410-2101静岡県伊豆の国品古屋2225番地。ありがとうございます。